それで昨日カラオケ行ったんですよ、みんなでね。1軒目みんなで飲んでて、でカラオケ行ったらさ、でやっぱ芸人しかいないし、そこのカラオケに、うん、うちらより後輩じゃんみんな、うんうん、やっぱさ先輩とかが歌うとさ、やっぱみんなこうなんとかねーみたいな感じで盛り上げなきゃいけないみたいな、なんかこうあるじゃん、暗黙の了解みたいな、うん、こうやってずっと見てられないじゃん、友達と行くわけじゃない、まあね、先輩も後輩だし、新規がね、うん、その歌う順番になって、うん、でシキが歌ってる時にみんなも知ってる曲だったから、みんなでこう歌ってたんですよ、うん、一緒になって盛り上げるためにだよ、盛り上げるために、別にボケてもないのに、面白くなかったけど別にみんなで盛り上げるために、なんでめちゃくちゃみんなでこうやって歌ってたのに、シキがちょっと待って、止めて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 、そんな言い方してないよ、瞑想中止して、いやそんな怒ってない、どうしたのシキ、どうしたの、なんかボケかなと思って、うん、どうしたのって言った、ほんと俺言いたくないんだけどさ、俺が歌ってる時にさ、人が一緒に歌ってくるのマジムカつくんだよねとかっつってさ、え、そんなやついる？でさ、それを言うならさ、わかるよ、わかる、100歩譲って、じゃあいい、自分が歌ってる時に他の人が一緒に歌うのが嫌なら、まあしょうがない、うん、いい、でもお前さ、人が歌ってる時お前めちゃくちゃ歌ってる、いや歌ってないそれやめた方がいい、ハミング程度だから、違う違う、めちゃくちゃ歌ってた、違う違う違う、めっちゃ歌ってた、いや俺ね、ほんとイラつくな、あれ、そんな人いるかな、いやいるよ、だって俺はさ、カラオケだってさ気持ちよく歌いたいのにさ、人の歌声入ったらさ自分の声が分かんなくなるわけじゃん、じゃあ分かるよ、それがあなたが、芸人じゃない一般のお友達とかと行くんだったらそれ分かる、自分の歌唱力を聞かせたい、うん、気持ちよくなりたいだったら分かるけどさ、芸人で団体で行ってんだからさ、うん、てめえの曲聴きてるやつなんて一人もいないんだよ別に。じゃあさ、そんなにだって新規歌えよとか言わないでほしい。俺歌う気なかった、それが邪魔だ。しょうがないじゃん。みんな人一曲ずつ歌ってんだから、お前だけ飛ばすなんてこと後輩からしたらできないでしょ、気使って。なのにさ、なんか止めてもういい、もういい。こんなみんな歌うんだったら俺帰るよみたいなってさ。イライラしちゃうんですよ。なんでこんなにピリピリしなきゃいけないのカラオケでと思って。一人ぐらい行ってもいいじゃん、そういうやつ。だって本気で歌いたい人がいても。じゃあそんな芸人だからってさ。うん、分かった。じゃあこれいい案なんだけど、うん、そういう時バラード歌った方がいいよ。バラードだったら、昨日歌ってなかったっけ？バラードじゃない、バラードだったらみんなそんなに大きな声で入ろうって思わないわけよ。サンボマスターのいや俺だって世界はそれを愛と呼ぶんだぜ歌ったら、めちゃくちゃいい、みんな歌うに決まってん、歌うなって言ってんのそれは。いや歌うよ、だってあんなさ、もうなんていうの、通ずるものがある曲というか、なんかこうあの盛り上がる、みんなが知ってる曲なんだから。いやそれはさ、もうだったらもう、なんて言うんだろう、もっとさみんなが知らないマイナーな曲歌うとかさ、好きなんだからさ、そういう忘れ、いやそれは冷めるじゃん、マイナーで。冷めるじゃん、みんなが知ってる曲歌いたい、冷めるじゃんっていう感覚があるんだって。絶対みんなに歌わないでって言わない方がいい。もういいよそんな言わなくて、みんな